アレンジマッチプレー対決。今回賞金を提供してくださるのは視聴者様のジジさんです。勝ったら5万円、負けたら0円。宮崎千恵選手対織茂ひまわり選手、ビンゴですアレンジマッチプレー対決、よろしくお願いします。15番ホールまで終わりました。残り3ホールですけど、ポイントはですね、ちえちゃん1ポイント、ひまりちゃん2ポイント、ひまりちゃん1点リードしております。残り3ホール、どうやって攻めていきますか。でもバーディーが欲しいですね。なんかここで1点差だったらもうすぐひっくり返っちゃう。最終ホールも倍なんで。あ、そうね。最終ホールがでもロングなんで、めちゃくちゃ動きそう。そうだね、バーディー取ったら4点動いちゃう。そうだね。からその前に1個バーディーが欲しいです。はい、ゴリもがめついてます。ネガティブゴリも出ないかな。大丈夫かな、心配だね。ゴリもってゴリも続いしそうなんないように。なんかみんな、なんか他のゴルファーの子たちって、ねえなえちゃん可愛い応援してますみたいな、DM とかなんか来るっていう話聞くんですけど、私、単語俺と遊ばないとあと、もう全然知らない人にオリもなんとかだとか、そういう DM 来たりする。怖い。あれ聞いてた話と違うなみたいな。他はねねちゃん可愛い応援してます、可愛い応援してますみたいな。俺と遊ぼう。あ、まあ、どうすんの、そんな DM ばっか来るかもよ。オリもなんとか応援してるとか。俺も遊ぼうで、ね、これ遊ぶやついるかみたいな。誰か文章送ってくる。なんかもうちょっとなんかよし頑張ろうみたいな、ひねくれないの、ひねくれるのやめようみたいな、思いたい。ひまりちゃんのインスタグラムフォローぜひお願いします。お願いします。はい、ちえちゃん残り3ホールどうしますか。はい、バーディー欲しいです。そうだね、ちょっとパターンノーバーディーだもん、2人ね。頑張ろう、頼むよ。前半はバーディーだって言えたの、確かに9番バーディー取ったわ。前半の威嚇はもう勢いが凄まじかった。うん、バーディー残り3ホールで狙ってきてください。いいか、オリモン。はい、オリモン頑張る。自分で言えばね、もう自分で言う。オリモン頑張れ、オリモン頑張れ。で綺麗なドローなんですけど。やばいね。確かに。まあ、ティーグラウンドもあるね。うん。リズムとドロおー、ナイスでしょ。めっちゃいい。いいじゃん。飛んでそうな球でしたよ。オリも飛んでる。120。すごい。本当近いじゃん。でもこれ20センチは私の方が飛んでますからね。また。皆さん。オリも負けず嫌い。こっからだから。寄せるの。本当だ。忘れてた。120ヤード9番アイアンです。いい音。お姉さん。
シングです。切れるか分かんないですね。やばい、全然バーディーこない。あと2ホールしかない。やばいじゃん。えでもね、最終ロングだから絶対そこで動いたら。でもこの間ホマちゃんとして両方ボギーだった。バーディー行くよみたいな感じだったのにボギー、フリーパットしたんだよ。はい、2人ともフリーパット。勝てるかも。離したときブワって飛んでったの。138ヤード、6番やね。なかなかこうビタッと。そうだね、風読んで打ったらちょっと風吹いてないしみたいな。台風あるある。うん、まあ、このパターン。
わー、このパターンの最終ホールですよ。さあ、最終ホールはダブルアップで点数倍です。ありがとうございます。花道狙いででも行きたいです。グリーンまで210ヤードしかないんですけど、なるほど、ちょっと安全切って5番ウッドです。 3はやめて、ちょっと今日たまに得意なの。なるほどね。ボロっぽいよ。完全なるボロ。やったのに。なんで見えないの？だいぶビビったよ。くれなかったね。運んでたね。あれ右もね、あるから行け。2個あるから。もうサドンデスは今回はなくて、まあ。まあ、バーディー取れば確実で、まあ、この段階でボギーは多分ないと思うんで、1点で勝つっていうのは難しいんじゃないかな。パーで勝つっていうのは難しい。あとはちょっとグリーンが結構難しいから、どれだけここで寄せられるか。ダメですから、40ヤードくらいです。
バーディー、バーディー上がり。そうだね。バタバタ。バタバタ最後。大だ。いじめや。なんかもう公開処刑が。さすがですね。でも、最後ね、狙いにね。だってあれ言うしかもう方法はなかったです。ありがとうございました。ピンゴルフアレンジマッチプレー対決、宮崎千恵選手対オリモひまわり選手、結果を発表したいと思います。宮崎千恵選手獲得ポイント7ポイント、オリモひまわり選手獲得ポイント2ポイント、勝者宮崎千恵選手です。勝利した宮崎千恵選手には視聴者様ジジさんより賞金5万円が与えられます。ありがとうございます。宮崎選手おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、いつものこのデカデカボードおめでとうございます。デカすぎてね、あの一緒に持ってもらえないですかね。なんか嫌だ。嫌でしょ。この間もその辺に見せるもんね。コメントに負けた人にボードも出すかわいそうってコメント。純ちゃんひどいみたいになった。オリもかわいそう。それではですね、インタビューに移りたいと思います。まず、本日戦っていただいたオリモひまわり選手、はい、試合を終えてどうでしたか？そうですね、初めてのマッチプレーのそのポイント制での戦いで、やっぱ最初の方にバーディーチャンスについたのにバーディー取れずに、終盤ちょっと流れ悪くしちゃって、もう自らしてしまったっていうのが敗因かなって思います。めちゃめちゃ悔しいのでリベンジさせてください。以上です。次に、本日見事勝利を収めた宮崎千恵選手、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。最初はバーディー狙ってミスめっちゃしてたんですけど、後半から自分のプレー頑張ろうと思ったら最後2連続バーディー取れたので、すごい自信になりました。ありがとうございます。お、素晴らしい勝利のコメントありがとうございます。両選手とも最後まで真剣に勝負していただいてありがとうございました。ピンゴルフアレンジマッチプレー対決をご視聴いただきありがとうございました。今年度開催の賞金スポンサー様をまだ募集しておりますので、興味のある方は、概要欄にご確認お願いします。せいちゃん、今のプロテスト以外に試合でマイナビネクストヒロイン、はい、マイナビネクストヒロインゴルフツアーなんですけど、うん、基本的にはファンの方の投票によって出場できるかどうかが決まる試合で、今も何試合かエントリーしてて投票受付中なので、よかったら投票お願いします。はい、せいちゃんのインスタグラムの URL かな、 URL、 プロフィールの URL 貼ってありますので、そこからせいちゃんに投票をします。お願いします。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。